落郎の名誉のためにも少し説明をしておこう。彼は決して変態ファッションが趣味なわけではない。彼のプレイスタイルは防具よりも先にいい武器を揃えるというものである。それにはもちろん金が必要だが、シャンフロではなんと初期装備をキャラメイク時に売ることが可能なのだ。しかも結構な金になる。顔を隠せるのはこの覆面だけか。さすがにメジャーなゲームで素顔さらして半裸プレイはなかなか辛いものがあるからな。結果こうなるのは必然である。